根本の時空より我はここによみがえった。どれほどの時が流れようと我が怨念のついえることはない。この地上の生きとし生けるもの全てを地獄の豪華で焼き尽くしてくれるわ。
さか人間の時にこれほどの力があるとは。だがまだ終わりではない。かくなる上は我が身ものとも貴様を地の底に引きずり込んでくれる。さまよえる我が一族の亡者どもよ、我が元に集え。Yeah.
か。全ては終わった。大いなる力は本来あるべき時空の彼方へと回帰したのだ。古の我が都は間もなく消滅する。使命を終えた我々の魂と共に。無事だったのね。ああ、浮かんできたばっかりだってのに、もうなくなっちまったな。これで全てが終わったのですね。いいえ、違うわ。過去の呪縛から解き放たれたこれからが、私たちにとっての本当の始まり。そうだとも。あんなものがいつまでも残ってたら危なっかしくて寝てもいられねえぜ。これでいいんだよ、これで。アドルさん、村に戻りましょう。みんなあなたのことを心配してるはずよ。俺はここに残って復興を手伝うことにするぜ。過去の話とはいえ同じ一族の出身者としてなんだか責任感じちまってな。昔っから闇の一族ってのは人々から忌み嫌われ、どこにも安住の地がなかったんだ。確かに奴らのやり方は間違っていた。だがその気持ちだけは分かるような気がするんだ。アドル君、このビル君が一人前になるまでは私もここに留まることにするよ。お兄ちゃん、また一緒に遊ぼうね。あれ、なんだか気乗りしないみたいだね。そんなことじゃ冒険家とは言えないよ、なんちゃって。私を覚えていますか？ウェヌスの村でお会いしましたね。この子を見てください。額にあった賢者の刻印が消え、元の赤ん坊に戻ったんです。これからは普通の親子として暮らしていきます。あなたにはどんなにお礼を言っても足りないわね。これからは犠牲になった多くの人たちの分まで頑張って生きていくわ。いつかまたこのセルセタを訪ねてください。その時はきっと笑顔で迎えられると思います。どうかお元気。あなたのことは忘れません。
そろそろ陸地が見えてくる頃だ。あそこには俺のふるさと。この辺にしておきましょう。もっと聞きたいよ。ねえねえ、次のお話は？また今度読んであげますよ。まだまだたくさんの冒険がありますからね。